早朝の湯原温泉です。これはやっぱりオオサンショウウオかな。こちらはカエルだと思いますね。えらい霧っていうより霞かな。結構真っ白になってますね。で、昨日はちょっと砂湯をね、行きかけたんですけど、あまりにもな感じだったので、ちょっと入るのやめちゃったんですけどね。おはようございます。おお、すごいな。おはようございます。隠そう、下半身露出禁止。向こうにね、露天風呂は見えるんですけどね。まあもう映せないですよね。昨日はね、ちょっと来てる、向かおうかなと思った最中にね、女性の方が入ってるのが見えたのでね、ちょっと行くのをやめましたが、今日はまあ行こうかなと思う。ちょっと待って。湯原温泉砂湯入浴指南。はい、これが砂湯さんですね。紅葉とかすごい綺麗な状態です。ちょっと入浴だけしてこようかなと思います。ちょっと映さないよね。あ、おはようございます。あ、おはようございます。お、紅葉が綺麗だね。露天風呂、湯原温泉、待ってますよ。ちょっと行ってきまーす。ございます。映せない。ちょうど人がいないのであれなんですけども、小高の湯と真ん中長寿の湯と、モミジの様子がね、綺麗な状態ですよ。名泉砂湯でした。こんな感じでめちゃくちゃ綺麗な露天風呂ですよ。もう紅葉とね、で、温泉の方も、小宝の湯っていうのが中ぐらいの熱さで、美人の湯っていうのは結構ぬるい。で、長寿の湯っていうのが熱めの湯で、結構今冷えてるのでね、最後長寿の湯でがっつり温まってきました。あ、おはようございます。でもまあちょっとびっくりしたのはね、こんなにまあ大々的な露天風呂ね、まあもうこっからだったら大丈夫かな。こんな感じにね、露天風呂、もう完全に露天ですよ。だって、あのダムの上からでも、それこそ目の前のこのホテル八景さんからだったら普通に見えるような場所にある露天風呂でね、湯上着とかね、着用は認められているので、まあ、女性も入って見えましたけど、それにいると思わなかった。温泉、
びっくりだったな。で、ここが寄り添い橋ということですね。はい。何よりもとにかく、まあ、綺麗なとこだね。本当に。お、思わず、忍者、見て、入っちゃった。トップガンですよな。あ、かっこいいね。いいね、忍者。ツーリング用として、お、欲しいな。というところで、マイトゥインゴさんです。来たのはいいけど、ちょっと早いので、ちょうどね、菊之井さん、泊まったホテルの対岸に、結構紅葉がしっかりしているところがあるので、そちらに行ってみようかなと思います。奈良や大阪と思ったら、札幌ナンバーの方もいらっしゃる。小道がいい感じですね。これは紅葉が見事ですね。ちょうど山の中だから紅葉シーズン真っ只中になりましたね。こりゃいいや。湯原温泉街、いやもうね、あの砂湯だけでも入りに来た甲斐があるね。砂湯、まあ、天然で湧いてるお湯だけあってね、川底っていうか、あの湯船の底が砂利が引いてあるんですけど、うん、あ、これぐらいのサイズのね、砂利がいっぱい引いてあるんですけど、これぐらいのサイズで砂利が引いてあるので、砂利歩くの結構痛い。ということで、湯原温泉砂湯でした。朝食の様子です。こんな感じです。はい、じゃあいただきます。